はい、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ドレミさんです。ということでですね、今回は僕の体調が悪化してしまったことによって止まっていたドレミさんの成長動画を再開したいと思って撮っております。でですね、僕の体調不良の原因となった顔の左半分がとても腫れてしまって、それが痛いっていうものだったんですけれども、原因はですね、口の中から細菌が入ってしまって、それがとても悪化してしまったことによって産んで、それが痛みや熱を伴っていたっていうのが原因ですね。で、2週間以上経った今でもまだちょっと顔の下半分っていうんですかね、そこがちょっとしこりっぽいのがあって、まだ完全にはなくなっていないんですけれども、もう痛さとかは何にもないので大丈夫です。でですね、その間にまあ夏風邪とか引いてしまったりして、体調を思いっきり崩してしまっていたので、なんだろう、なんかとても貧弱ですね、僕は。思った以上に自分が貧弱だということが分かりましたね。でですね、最近のドレミさんはと言いますと、まあご覧の通り今ぐっすりですね。かわいい。今はですね、我が家外壁塗装をしていまして、業者さんがねかなり出入りするので、なかなかねドレミさんがワンワン吠えてしまって、ちょっと休めていないので、こうやって業者さんがいない隙を狙ってドレミさんはちょっとぐっすりしてるっていうのが今のドレミさんですね。ね、ちょっと外壁塗装終わるまで我慢していただかないとねっていうね、ごめんねドレミさん。あ、目やに。なんでですね、昼間はかなりもうぐっすりですね。ね、ドレミさんちょっとお眠みたいなんで、今日はここまでにしたいと思います。はい。